い、皆さんこんにちは、ミカミックスです。パワプロサクセススペシャル、今回は円卓高校投手で、まあ、割とねテンプレデッキと、呼ばれるものでやっていきたいと思います。デッキの編成はこんな感じで、まず円卓固有のキャラですね、アーサーと、モード君を入れてます。で彼女キャラは、ツノちゃん、もうコントロール上限アップで必須なので入れて、でそうするとやっぱりツノちゃん入れるってことはもう毎度毎度の虹谷が、入ってくるということになります。で今回のポイントはですね、技術ポイントを、守備の、フリストレミヤビちゃんで、まあ、一応稼いでいくというところになってます。で本当の本来のねテンプレデッキだったら三田村君枠か、ランスロットになるん でランス と、ミヤビちゃん両方守備連なんですけれども、まあ、ダブルタックを狙いつつランスのね、走者釘付け、金徳が走者釘付けになるんですけれども、まあ、それもね、守備連の臨床ポイントで稼げると、言ったところになります。ただまだねランスは実装されておりませんので、一応ランス枠はまあコントロールの三田村君を、入れてきてますと。でちなみに振袖みやびちゃんは投手で使うと金徳はど根性に、なってます。まあ、それをね、補う形で、三田村君根性を持ってるのと、あとツノちゃんの、まあ、ツノちゃんどっちにしようかなとはちょっと今も悩んでるんですけども、逃げ球が取れれば、本塁打現金を、まあ、取っていこうかなとも思ってます。まあ、クイックも持ってるんでね、クイックを抑えられれば敏捷ポイントを使ってクイックも抑えていこうと思ってます。でそのエンタクルスマスの、ポイントマスなんですけれども、この編成だと、まず筋力、アーサーが筋力ですね、筋力1で技術が、三田村くんと、みやびちゃん、技術2で変化球1、変化球は2自体ですね、変化球1で精神が2という形になってるんで、まあ、技術2、精神2でコントロール上限アップの、技術精神を、まあ、うまく取っていくというところになってます。ではちょっとこれでやっていきましょう。ちなみにね、俺も振袖みやびちゃんをね使うのは初なんですよね、投手で。どんな形になるのかっていうのは、まだあんまり想像はできないです。でつのちゃんは来たので、ちょっとまずつのちゃんを優先的に上げていきたいけど、いないので、まあアーサー虹谷、今回変化球マスがね、1人なので、まあ、うまく虹谷とアーサーでポイントを稼いでいければいいんですけれども、じゃあコツがあるのでコツを狙いつつ、あードーモくんか、ドーモくんどうしようかな、三田村くんか、ここ4人勧誘できるんだよね、そのうち3人が野手だからな。コツ、精神ポイントになるのか、ちょっとさすがに投手のコツなんて持ってないよね、な当たり前だと思うけど持ってないよね。じゃあだよね、じゃあここでもいいんじゃないっていう、あいや、じゃあ三田村君のコツだな、結構割と悩んじゃったけど、根性、よしよしよし、 OK、 根性はね5にしてもいいんじゃないかなと思うんですよね。ど根性自体が結構やっぱり精神重たいんで、少しでも精神ポイントを減らしていく。でなんか清掃活動ってよくわかんないんだけど、2回やるといいらしいですよっていうのがあったんですけど、ちょっといけ、体力減るじゃん、ちょっと休む。で振袖みやびちゃん、あれコンボなんてあったんだ、知らなかった、わからねえ全然わかんねえ、なんて言ってた、え、さあどっちにする、いやどっちもいいな、どっちもいいよな、どっちもいいけど、まあ、どっちかっていうと俺はみやびちゃん派かな。結構ポイントもらえるね、ちょっと打球反応っていうコツがちょいと微妙だったけど、まあまあまあいいでしょう。ツノちゃんいるんで、ここはツノちゃんでエピックも回収していきます。よし、いいな。でこれで異物1個目ですね。で町の清掃2は、先にちょっと異物を回収しておきたいんで、
とはいえ角ちゃんのところか、人がいないな。勧誘済みになってるしやる気が下がるけど、まあしょうがない。やる気下がってやる気上げてくれれば全く問題ない。よし、 OK で、コツ虹谷だったら、いやこれは掴むでしょう。いやもうこれはもう守備一択だね。とにかくコツ、よし OK、 コンコツ3でも来てくれればありがたい。でまたコツか、あっつのちゃんがいる、虹谷もいる、エピック取れる。ちょっと待ってね、先にここは回収をしておいて、ちょっとな調査人数が、なんかでもやっとこう。ちょっとここは変化球で、まあ、つのちゃんも行きたいんだけど、虹谷でエピック2つ目ですね、異物の2つ目。そうランスを入れるとね、さらにもう1個異物が手に入るんで、そこもでかいですよね。これは何がいいんだ、エンタクルスマイ。あ、縛り珍しい。 10% 台か、つのちゃんがいるね。コツ2か、もう1回練習すれば乗るよね、多分乗ると思うんだけどな。危険だな、メンタルがな、誰もいないからな。いや、アーサーのコツも美味しいは美味しいんだよね。14か、コツ2。リリースとかは潰せるものは潰しておきますか。じゃあリリースと、カッチューンでバント封じも、臨床ポイントあるんで取っときます。あ、こんなもんかな。ちょっと強行しますほい。くほほ、怪我したか。うお、さらに体力が減ってしまった。これは精神、うわー、なんかいいのないな。寝よ。でここはじゃあ、まあダンスじゃなくて朝にしとこう。アーサーが入ってるからね。要所、え、怪我率 0% になりますと超いらねえ。で金徳マインドブレーカーを狙っていきます。つのちゃんリベンジだな。コツ2対強打者悪くないね。担当をゲットして、人数不足だね。ちょっとエピックの周りが悪いかな今のところ、感覚的だけど。ここ4人、監督もいるね。いや、ここのエピックはちょっと育てよう。よし、監督許可も上げつついきます。でアーサーの金徳ですね、これもまあ普通に進めていきます。で変化球、コツ1か、1、2、3、4、5。ここすげえ回収できんな、回収っていうか勧誘できんな。ちょっとコツを確認してから、まあ、ポーカーフェイスはねもう来ちゃったらしょうがないというところで、まあ、投手はねあんまり直撮りするものが多くないんで、まあ、それはいいかな。野手はね結構いろいろと直撮りしていった方がポイント的にねいいのがあるんで、対強打者って2で掴んじゃっていいかな。うん、ちょっともらっちゃおう。よし、じゃあちょっとここはメンタルでいきます。内角、あー内角か、三田村君じゃあ内角にしようかな。野球をやる理由2回目。アーサーのねちょっと通常イベントが先に来てほしいんだよな。あれもう一気にポーカーフェイス5まで持っていけるんで。体力1か、ちょっと待って、エピック、西洋異物じゃなくて正異物。
ロマサガ3やってるとさ絶対西洋異物って言っちゃうっしょ。体力1か、今体力ないからな。ちょっと筋力2で回収してお茶を濁す。ただメンタルあんまりやりすぎるとね、メンタルレベルが上がっちゃうんで、一マスだけ進みたいっていう時は結構有用なんで、これはちょっと安定して回復していきます。コントロール他を一応見つつ、ちなみにツノちゃんって乗ってるの、そもそもの話。あ、乗ってはいるか。どうしよっかな。1ってねちょっと微妙は微妙なんだよね。2人か、みやびちゃんもいるのか。んー、ちょっと勧誘をするか。じゃあはい、100はねまだそんなにっていう感じだけど、これはでもやるっしょ。ダブルタックになってるかな。あ、つのちゃん大丈夫だから、よし、ここはダブルタックでいきましょう。ほい、まあ、両方ともね得意練習2種類キャラなんで。いやー、どーもくんってなんか開けといた方がいいの、よくわかんないんだけど。ちょっともうこれは寝ざるを得ないな。てかつのちゃん、つのちゃん来てないんだけど、どう、よくわかんないけど、よくわかんないけどつかめた。理由はわからん。よし、じゃあこれはちょっと人も3人いけるんでやっときますか。ここで来なかったら終わり。クリスマス的な話ね。ないあれ、これってさ、もしかして高校固有イベントが発生する2か、アーサーか。ちょっと1でお茶を濁して、あそこのエピカ3にしたいんだよね。スタミナとかで通過しないといけないのか。体力減少レベル3だからね、それはもう死んじゃうでしょう正直。クリスマスはしょうがない。いやー、朝のコツが来てるけど、エピック1で、まあ、まあまあまあ回収しとこう。ここは、はい、超お宝探し、よし。でここはまあ例によってね回復していきましょう。中吉で、これ何が手に入るんだ。そういえば一応ついてない。キレか、あ、悪くないね。キレ1だとどれくらいなんだろう。虹谷の関係上ね、キレは早く掴んでおきたいんだよね。でもまあそれなりだな、ちょっと考えよう。でスタミナ3、進んでいくか。これはオールもあるし回収していこう。まあもちろんね、なるべく3で回収はしていきたいんだけど、でこれはもう上、ポーカーフェイス掴んじゃう。でさらにスタミナで、三田村くん監督評価クソ低いんだけど。あ、また内角だ、やった。これ内角掴んじゃおう。で低めも掴みましたと。でこっちか、まあ、今バグ中なんでね、バグ中なんでこっちにします。超いいマジでいいよこのバグ、最高。ここ4人か、悪くはないね。てかこれやってなかった。ただ人はねやっぱりいればいるほどいいんで、ちょっと内野手4人回収できるんで、ここはエピックも通過させるという意味で守備練をやりましょう。さて変化球、エピック3もつかめるね、監督もいるし。よし、これはここ
聖杯。なになになに、秘密か。まあ、こっからだね。で、内閣よし、打ち抜そう。で、ここはもうちょっとマジでマジでした。あ、打ち取った。よく打ち取ったな。ちょっと待って、ポイント何も使ってないね。コントロールは3か、まあいいや、 C まで上げちゃう。ちょっとさばく意味で、で例によってちょっと3球種欲しいんで、まずこれカーブ、フォーク、まあ、毎度毎度似たようなものになっちゃうけど、これはじゃあやりましょうと。ペンタクルスのレベルが上がってくれれば左上がね3になるんで、まあ、また回収できると。で、ここはオールがある。あ、みやびちゃんがいるのか。美味しいけどちょっとやっぱり変化球ポイントがね欲しいんで、ここはアーサーとのタッグでいきます。経験点だけ見ると、みやびちゃんいいな。と思ってしまう。で、ここは、お、ダブルで回復できるね。てかさ、ツノちゃん。ツノちゃんまだ来ないの？通常イベントがもう一回あるからね、出る。ツノちゃんのバレンタインってどれくらい回復するんだっけ？で、一応彼女になってるなってないでは変わんなそうだね。でタックとかが特に来てるわけではないので、勧誘を見つつないので、進める方を進めたいな。レベルがね上がればもちろん進みが多くなるんで、練習レベルを上げておきたいんだけど、スタミナにしよう。スタミナの方が多分上がりやすい。初期レベルスタミナの方が高かったよね。よし、オッケー、これで4。あ、そっか、これあったんだ。アーサー緊急登板。あー、で骨格きた。オッケーオッケーオッケー。まあ、これもね回復するからね、かなりでかいよね。よし、コントロール2上がった。やった、 C まで上がったかね今回、珍しく。で、ちょっと待ってね、あれ、ちょっとどうなってんだっけ、調査中。あと2ターン、あ、両方あと2ターンか。ってことはよ、だ左上をまた3にしたいんですよ。3にしたいんで、ちょっとコツ1取るか。重い球、あ、まあ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 、いや、これいや、マジ美味しいわ本当に。バグ。どーもくん、どーもくんまだメンタル溜まってねえし、じゃあちょっとそういう意味で結構上げてきますか。うん、まあ精神だよね、そりゃそうだよ。で、復活で、これでレベルアップ。よし、まあ開けないで回復しておこう。さて、ここはもう回収する。コントロールか変化球かと言われれば3進めるからね。で、全部2になってるから2体のコンコツか。今これだけだね。ちょっとよし、回収しよう、頼む。あれだ、もう来た。聖杯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 のありか。よしよしよし、これ間に合うかな。どこまでに来てれば間に合うんだ。聖杯は2回やんなきゃいけないからね。で、スタミナ4、悪くないな、いいないいないいな、これいいな。ちょっと待って、人数は大丈夫でしょ今のところ。ちょっといいや、ビーマン上げちゃおう。コンコツが来てないんだけど、これはちょっと回収でしょう。で、これは下、これって2回続くんだっけ。そういえばいいね、回復してくれた。ここの回復がマジでかい。2%はさすがに大丈夫でしょう。1回もうすでに怪我してるからな。
で、ちょっと待ってね。復活はじゃあ取っちゃおう。あれ玉も取っちゃおう。あ、マインドブレーカーもいけるか。うちの層もいいや。2あれば十分だね。で、復活取る。だいぶ技術と精神が削られたけど、重いものは取った。根性ちょっと置いときたい。低めは3でいい。緩急、変幻自在はもう、ここまでかな。ちょっともう掴んじゃおう。金徳掴めるもの掴もう。キレ、7。あれ、いくつだっけ脅威の切れ味。ちょっとね、敏捷ポイント的に脅威の切れ味取ろうかなと思ってるんで、まあ、まだそもそも虹谷は切れも脱散もコツが来てないんであれですけど、これ回復3取れるんで、でかい。28減ったでしょ。で、30回復、まあ、アーサーが経験点なのはいつものこと。よし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 、いいね、乗ってるね今んとこ。で、次で円卓の秘密が終わるから、上のエピックをちょっとな。てかエピック2つレベル上げたい気がするんだよね。コツが来てるからな。ちょっと美味しいは美味しいんだけど、1回デートの角ちゃんでお茶を濁します。いや、円卓はね本当にこういうところが難しい。いや、タックプラスあれを捨ててまでレベルを上げた甲斐があるかどうかっていうところだよね。で、聖杯探索。あ、全然間に合わない。3月くらいだったっけさっき。 OK、まあ、人数はねかなり消耗するんで、いや、2自体だな。これはエピックしかも2つ取れんのか。2で頼む。なんかいいの来てくれ。おーおーおーおおお、異物異物。ただ人が足りなそう。もう4月だからね。ちょっとこれどっちかに、なんか、あ、下で回復か。よしよしよし。あ、メンタル来てる。ちょっとこれメンタル一回やろう。人が足りないは足りない。え、これやばくない？これやばくない？え、ちょっと待って、取れる時に取りてえな。2でしょ。え、でもさ、メンタル1でさ、その後やろう。だからちょっと待ってね。全然人が足りなさすぎるんだけど。馬がある。馬マジいいんだけど、もう4月だからね。あ、これどうしようかな。うん、まあいいや、今更だけど。お手も、あれ、これモテモテ確定じゃないの？で、1,2,3 人でしょ。 1,2,3 人。監督評価全然大丈夫だな。じゃあどうしよっかな。技術、両方技術稼げんな。虹谷がいるからか。ほい、で、聖杯探索も終わりましたと。で、ここからちょっとタックでガチで回収していかなきゃいけないので、4人か。4人だけどさ、3はだってやるべきでしょう。で、円卓マスはね終わってからでも全然デートはできるんで、3、うん、A まで持ってっちゃったけどしょうがない。いきますと技術。そうだね、だったら最悪お守りじゃなくて回復系を持ってきてもいいかもね。その円卓関係のイベントが進むと評価上がっていくじゃないですか、彼女キャラって。それで評価を上げていくっていうのもまあまあまあありかもしれない。変化球ポイントやっぱ足んねえわ。やっぱバランス的にはただね悪くないはずなんだよね。勝っただから何って感じなんだけど。
ここでポイントがちょっともらえます。さてもう5月に突入してしまった。回収はしたいんだけどさすがに無理。1、2、3人か。馬精神、精神110はでけえな。もう馬はちょっと恩恵があんまりないよね。4ターンかかるしね。1ヶ月かかるってことでしょ。ちょっと精神のポイントを狙っていこう。だったらでこれは1でちょうど回収できるんでやっておきます。回復しつつ、変化球でいこう。でコツ、そうだね、もう虹谷回収に入る。待って、球速スタミナはまあ時間上げでなんとか上げていきましょう。でここはもうガチで虹谷から回収。コンコツか、まあ悪くない、まあまあまあ悪くないけど、お、いいね、これはでかい。さすがよどーもくん、牽制とかなんか微妙だったな。要所はじゃあつかむか。で逃げ玉もらいました。あーまたメンタルか。ただ虹谷はね、コンコツつかんだとはいえ、いやコンコツつかんだとはいえだよ、だってさ脅威の切れ味、あそっかもう掴んであんのか。キレ自体は脱散ってどんくらいかかるの。最悪脱散してるか、いや脱散の直取りは無理だ。でやっぱりね練習をしたいんでここはちょっとメンタルで回復しつついこう。いやほんといいわ。で3人、いやでも回収できるんだよね。ポンコツ、いや結構いいぞ、結構あるでしょ。100人にしとこう。パワチャレ用にね、あの査定的な話をすると101で止めた方がいいと思います。だからあとは変化球だね。変化球ポイントをちょっとなんとかしたいんだけどもう間に合わねえや。だね、ちょっともう全部1に戻っちゃったからな。でちょっとデートがね、怖いは怖いんですよ。空デートがあるんでこの子は。今7月の1週から4回連続でデートをすれば間に合うは間に合うんですけど、間に合わない可能性があるんで、すげえどうでもいいわ。まあ体力あり余ってるしね。こいつはモテモテにならない運命なのか。誰に聞こうかな。どーもくんに聞こう。要所、いや要所掴むとか言ってなかった俺そういえば。根性はまあまあまあ取っておく。逃げ玉は取っちゃおう。表彰4になってるし。緊急突破もまあ取りましょう。じゃあでここはねコツもありなんだけど、ちょっとでも稼いでいきますか。ここは体力があるんで、でもうあと2回しか練習できないんで、変化球練習をしてポイント稼ぎます。で落ち着きバトル、まあ、ど根性は取れる余裕はあるかな。ど根性ってちなみに1でしか取れないの。1でしか取れないっぽいな。うまね、プラス1なんだけど。最後よし、いっぱいコツつかもう。ちょっと待って、じゃあ潰すものを潰す。さすがに打たれ強さ1は大変だから、ここら辺敏捷がない。ポカフェイスはいらない。重い球1でいっか、取っちゃおう。ど根性一応取っとこう。他はまあまあまあなさそうだね。では最後のスタミナ練習をいきます。ちょっと待って、分かんなかった。知り上がりが見えたな。多球反応、知り上がり、玉持ち、打たれ強さ、アーサー。お前は、あ、そうそうそう、ここでね
ちょっとツイッターでつぶやいてた人がいるんですけど、これ正解調べるとどーもくんが確かいなくなっちゃうんですよ。でどーもくんのイベント完走してないと7月中にね、あのイベントが発生しなくなっちゃうんで、今回まだ虹谷が終わってないんだよね。でまず最優先はデート。もうエンタクルスのマスがないんでね、7月に入ると。げ、三田村くんもだ。あー、真ん中調子安定を取ろう。あとイベ別に重くはないよね。重くはない。ちょっと怖いな。怖いからピッチャーにしよう。スタミナは C あるし、復活もあるし、大丈夫なんじゃないかな。で脅威の切れ味次第ではちょっと一回やっぱり守備練を挟まないといけないかな。おいハードセーフか。まあ一塁は開けておいた方が気が散らずに済む。落ち着きなさい。なあちょ待って待って待って、びっくりした。なんか赤いって思ったらあれ玉か。危なかったな、今抜けてもおかしくなかったね。横田くんパワーがあるね。いいね、こいつもパワーがある。しかしミートがジータ、ここはガンガン攻めてこう。お、いいね。そうだ、みやびちゃんいるんだった。ノーアウト。あ、こっちか、小出くん。さすがよ。なんかピンチャーとさ、どっちに回ってきたんだかわかんないし、こいつバント職人、パワーがない、完全なる2番打者だね。おえ、なんで今復活じゃないよね。復活ってだって途中でなるもんね。そうそう、こういう風に。あれなんで今、みなぎる活力とか持ってねえし、謎だ。いやーでもガチです、復活いいわ。スタミナは半分くらい残ってる。半分は言い過ぎか、半分くらいだよね。さあ俺打ち無双だった、忘れてた。内側ゴリゴリ攻めよう。全然ダメじゃん。ストレートが速くないからね、どうしても補填悲しい。50キロ欲しいんだけど、ちょっとそこまで持っていけるかな。オッケー。まあここはね、ここはね、あとはもうちょっとほぼ試合経験点に頼るしかないからな。一応見る。うわーうわー、やりてー。16か、あと2回なんだよね。3周と4周やればさ間に合うんだよね、間に合うんだよね。いや、みやびちゃん強え。まあ忍自体の技術ボーナスが乗ってるとは思うんだけど、やりてーやる。で脱散も掴みました。もうちょっとね、練習を見ると後悔するから、練習はもう見ないで。ゲ、出たー出たー脱散を掴んだ代償はでかかったな。じゃあいいよ、公園でも。こうやって4回目まで進めないとなんかないみたいなのってあったっけ、つのちゃん。
いやもうすげえすげえやる気なくなった今ので。で48まで上げよう。ほい。やっぱギリギリはダメだね。なんかさ、なんかこうなるよね。ギリギリでやっていくと。円卓先制のチャンスを迎えました。やっぱね、終わらせちゃうっていうのが大事です。打ちました。痛烈。一分を晴らす。2点取られた。いいよ。みやびちゃん、やる気はないよ。俺もやる気ねえし。みやびちゃんのやる気が俺のやる気を反映させている。打った。センターに取りました。これでワンアウト。ランナー小出くんはね打ってくれるんだよ。全然ダメだ。引っ掛けてしまった。ランナーは二塁変わりません。横田くんもパワーある。ここはパワーがあるね。まあ、パワーがある方が助かるんだけどね。投げました。打った。初球打ち。破った。ライトからセカンドへ。円卓一点。これ何失点？三失点？もう仲いいけど。まあ、一応デートしとく。デートする意味あるよね。だったらスタミナ上げた方がよくね。5回目まで行かないと、だってその海外に行くどうのこうのって話にならないからね。じゃあスタミナ自家上げしよう。タック来てるし。うん、5上がった。あ、ギリギリだ。危ねえ。三田村くんが全部でイベント5回なんだよね。ちょっと待ってね。一応ちょっとなんかギリギリだったんで6800回今上がね、上の段が後イベの人たちなんですよ。で三田村くんがだって1,2,3,4,5 でしょ。でみやびちゃん通常イベント1回だから、まあ、4回で普通でしょ。で虹谷も4回で普通でしょ。ちょいとギリだな。これこれ以上増やすと危険だね。まあ、今回たまたま消化が遅かったのかもしれないけど、なんかスタミナ上がってるな。まあ、それはそれで嬉しい。3球締め取りたいな。シュート。あ、しまった。待って。脅威の切れ味を取ってねえわ。9使うのか。守備練でもやっとかなきゃ危なかったね。2人ずつは4あるからちょっと5までいっちゃおう。あ、あと待ってど根性根性ど根性重い。まあいいや、接種あるから。まあ、シナリオ金徳1個取れたからね。つのちゃんはかなりもったいなかったけど。お待たせいたしました。やばい、リードされているから。ノーアウトランナー一塁二塁という場面で、はい、よくちょっとだけ早かった。引っ張ったスタンドに入りました。もちろんもちろん、よし。前進ヒットになります。てかノーアウトじゃん。いいバッティングを見せました。これで2打数いける。打ったこれは強烈。さすが逆転満塁ホームラン。ホームラン。村越君、君はドラフト1位かもしれん。初球から打ったヒット。円卓ダメ押しのチャンスです。あれなんかパワーがなくなってきてる。まず打った痛烈な当たり。ピッチャー返し。今日2本のヒットを放っている。本当にパワーがないぞ。みんなどうしたんだ。今回はミート重視のオーダーを組んだのかな。監督が打ちました。取った。これで2アウト。岸田はねいけるから変わりません。全然いいんだけど。ストライク。関根ここは引っ張りに警戒します。投げた。これはいい当たりだ。いったー。超最後点取られた。俺点取られて降板した。あ、実績点1だ。じゃあアーサーか。なんかアーサー炎上するみたいな声が結構上がってるんだけどさ。そうなの？コントロールか変化球って言ったらちょっと変化球欲しいんだよね。やっぱりタックを組めるときに組んでおこう。で金徳はもう全部抑えてあるから、ちょっと尻上がりもじゃあもらっておくか。せっかくコツを掴んでるので。でダッツさん玉持ち重いね。やっぱり
ってね、球持ち層取りたいは取りたいんだけど、俺的にちょっとやっぱり変化球はね3球種欲しいんだけど無理だな。2とかで止まっちゃいそうだね。444がね先発は俺の理想なんだよね。お待たせいたしました。なんでさこいつ毎回1点入れられる。またミート重視か。角だ、お前も角だか。偽角だ。アウト。円卓なおもチャンスが続きます。なんとかして完全に外れた。岸田君につなごう。さあ次の投球。あ、これはちょっとつなげなかったな。あ、でも打ってくれた。みやびちゃん今日打ってないね。君がヒーローだ。初球打ちったか。どうだ。やっぱりパワーが低い。贅沢は言えないけど、小池君が下位打線の方が強くない。なんかまた横田君パワーしいでしょ。軽い球とか池上君コントロールすっげえな。球は軽いけどね。コントロール悪くね。S のくせに慎重すぎるんだよ。内角高め外れてフォアボール。池上ストレートのフォアボールを与えます。投げました。アウト1個が欲しいところでこう打ち崩していく。アーサー変わっている。投げました。打ちました。なぜだ。え、このスタミナ量だって悪くなくない。とにかくポイントくれ。ポイントマジで。無理。まあメンタルやるしかないね。スカウトさんいるし。闇の。あ、そうか。どーもくんいねえんだ。これでいいや。シュート上げられっかな。3にしたいな。全然無理だな。絶対無理だ。でも2マス2マスだとコントロール102まで持っていっても余裕はあるね。その分やっぱりどうしても変化球ポイントが犠牲になっちゃってるけど、まあしょうがないよね。危ない球。投げた。低めギリギリいっぱい。狙い球ではあったけどな。ちょっとさあ4球目。これがどーもくんの力だ。見たか闇の。ツーアウトランナー一塁三塁という場面で小山最初のバッターボックスは内野ゴロに打ちました。初球取ってパワーがね。円卓追加点のチャンスを迎えました。これが偽物角田の力だ。初球を打ちました。見たか。これはヒットになります。円卓一点入りました。4対1打順をトップに。ミートすげえなこいつら。ここまで3打数1安打1三振。さあ次の対比左丸出し。見送ってボール。お、角田また出てる。角田足遅えな。ボール。投球これから4球目。金縛りとか俺には関係ない。ブンブン振っていく。次は5球目。投げた。課題選んでフォアボール。バッターは2番西田。今日4度目のバッターボックス。パワー低い。投げた。危ない球。第2球投げた。ボール。チェンジアップ結構投げてくるね。投球は3球目。投げました。ちょっと待って。アウトロー空振り。完全に翻弄されている。第4球を投げました。危ない球。何こいつ。あ、コントロール悪いんだ闇のって。リーダー。投げました。よくはないね。ショートライナー。あ、これでまたドーモくんに回ってきた。ランナーは1塁2塁変わりません。完全に外れた。ボール。投げました。低めの球空振り。ちょっとタイミング合いません。チェンジアップをやっぱり意識するとストレート振り遅れんな。危ない球。それがチェンジアップなんだけどね。やっぱ緩急なんだよね野球は。ゲーリベンジどころじゃなかった。まあいいや勝ったから。技術はね余ってたし、なんだっけ、あの尻上がりも取れたからね。まあどっちで選んだとしても多分余裕はあったと思う。金徳角ちゃんね。
とりあえず1位になってポイント。さて変化球がどこまで伸びるかだな。ここで30もらえるのも何気にでかい。8300いける、いけたよしよし、まあまあまあいいでしょう、3あればいいや。で技術精神も全然あるし、まずはじゃあスタミナを A にしておきますか。先発なんでこれ尻上がり余裕だったな。超尻上がりだったとしても直取りもできるレベルだね。牽制俺的に打球反応の方が良かったな。投手取ってもまだいけるけど、コツは大体使ったのか、縛りとか敏捷、もうちょっとだけあるといろいろ選択肢が増えたね。じゃあ球速はやっぱり150まで持っていきたいんで、一応一旦150にしておこう。でちょっと待ってね、先制ストライクいいな。安全圏もまあまあまあ悪くない。球速安定、変化球30使うのか、まあ余ってるし取っちゃう。余ってるし、そうだね、余ってるから火消しとかを取るよりは球速安定で変化球さばいて、これ投手取っても良さそうだな。であとは対左が結構技術を使うんで、これでタイピンか、タイピンちょっと欲しいね。対左20万にしとく。ポーカーフェイスはちょっといらないんでそのまま置いときます。じゃあ弾道を上げてホイ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 、もう一緒これで。という感じで、まあちょっとね、つのちゃんやっぱりまあ反省点だよね。ギリギリだとこうなりますと、いうことで、まあつのちゃんとやっぱりちょっと変化球をねもう少し伸ばしたいなというのはあるんですけれども、あとは円卓のそのエンタクルスのマスの動かし方を、うまくやれば経験点が伸びてくると思いますので、円卓やっぱり難しいね。9000はね安定して出せるようになってくると、かなり強い選手が量産できると思うんですけれども、ちょっと今のところ自分はこれが限界です。一応ねこれがね、あのこれがっていうかデッキ的な話ね、あのテンプレデッキと、呼ばれているので、まあ、またねもしランスロットが実装されれば三田村くんちょっとランスロットに変えて、やっていきたいとも思ってます。というわけで今回はこれで終了します。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッターのフォローしていただければ幸いです。